はい、付け合わせのピーマンを切っていきたいと思います。ピーマンにパプリカですね。これを付け合わせに切っていきたいと思います。初心者ですので、自分はどっちかといったらこんな牛刀よりもペティナイフで使っていきたいと思います。半分ですね。大きいものですから、パプリカは。キーパプリカも取っていきます。はい、ピーマンも全部使うんでしょうね。はい、マリネの液を作っていきたいと思います。まず、かつおだし 200cc 100cc 50cc 失礼しました。醤油 100cc ですね。砂糖大さじ2。はい、最後の段階に来ました。きびなご、揚げたきびなごをバットに乗せ、バットがなければこれ耐熱ボウルでもいいです。乗せ、先ほどボイルしたピーマンですね。これも上から乗せます。そしてだし汁ですね。わー、上等。ちょっと砂糖が残ってるな。
は超えてできましたので、ラップして冷蔵庫で冷やして、盛り付けをしたいと思います。冷蔵庫には30分入れればいいかな、30分から1時間入れます。はい、サーモンとかがあればなおさら美味しくできますので、こちらを一緒で食べていきたいと思います。よし、この上にきびなごを、こんな感じでいかがでしょうか。ちょっと添えましょうか。もうちょっと。はい、完成しました。あ、きびなごとサーモンマリネです。できましたね。これを食べていきたいと思います。はい、実食といきたいと思います。どうなしますかね。あ、うまっ。サーモンにうまいですよ。きびなごを巻いて、あ、合う。サーモンときびなご合う。これをこうやって巻いてから食べるのがいいかもしれませんね。おいしい。合う。サーモンマリネと、きびなごとサーモンマリネは合います。うん。あっという間に完食です。想像していたよりはるかに上のレベルで完成ができました。ん、何言ってんだろう。とりあえず美味しかったです。はい、動画は以上となります。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。お願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。あ、本当に美味しかったですよ。はい、こういう風につけておけば1週間ぐらいは持つと思いますので、冷蔵庫に冷やして暑い夏場を乗り切りましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。